おお、やべやべ、全然時間ない。今取って、今日取って、どういうこと。あーおっと、私の名前は北原ひろとです。アメリカのワシントン DC で心臓外科医をしています。外科医に必要なのは基礎的な技術ですが、技術を応用することで自分の知らない術式を行うことも可能です。今回サージャンシミュレーターを用いて今まで体験したことがない腎臓移植を執刀しようと思います。おー、戻ってきたな。 Hi, nice to meet you. I'm Dr. Kitahara, cardiac surgeon. How are you today?You'll be alright, okay? Let me start. 腎臓ってのはですね、横隔膜臓器って言ってお腹の奥の方にあるんですよね。だからまずはこの腸を動かして、腎臓を出していくんです。腎臓ってのはおしっこを出す、作る臓器ですね。右と左に2個あって、全然この腸が取れないですね。どういうことなの？これは切るってことだな。本当はね、腸を切るなんてことはね、普通は、腸の手術をしないと、腎臓の手術の時にはやらないんですけども、そこはもう、起きてやる。どこで切ればいいんだろうな。一応名前があってですね、この直腸から始まって、お尻の穴からですね、S 状結腸、下行、横行、上行結腸って、ここに盲腸とか言われるものがあるんですけど、切る場所がないな。何が来たかな。肝臓はなんかスッと取れたな。ここからなんか行くのか。あそこに見えるのが腎臓だ。これであれか。結局骨切るんだな。普通はね、肋骨を骨切ったりしないんですけど。なんだこれ、ハサミがあるのか。ハサミ使えるのかな。ハサミをどうやって使うの。こうしてこうか。こうしてこうか。どういう。ダメだ、ハサミにとらわれちゃダメだ。ナイフを使うのか。これで胃をちょっと切ると少し見やすくなるかな。よしよし、切れた。こっち側も切ろうか。よしよしよし、切れた。おお、やべ、全然時間ない。胃を取って、腸を取って、これが全然取って、大腸が全然取れない。こういうふうに持ってたな。これは心臓の手術よりも難しい。よし、よく観察するんだ。そこのつなぎがやっぱ切れるんだろうな。でこの骨は邪魔だからやっぱりここは切ろう。急ぐ必要ないんだ。ゆっくり、やっぱエクスポーズが大事だから、とにかく視野をしっかり取ることに心がけよう。そう、こういう骨とかもちゃんと取ってあげて、邪魔なものがないようにします。なぜ、よし、それはいい。ここが境目になってたから、ここを切ろうかな。もう切れたんじゃないかな、一発で。で、ここは今度はここをちょっと切ろう。よしよしよし。そういうことか。よしよしよし。これは空腸、海腸、胃も取って、重ねとこう。で、ここの、上行結腸のところを切って、下行結腸も切って、よし！ついに腎臓だぜ。尿管をここで切ったらいいんだな。大動脈も気をつけないとね。どこ？あ、よしよしよし。腎臓1個取れたぞ。腎臓1個取れて、よし、もう1個取れた。いよいよだぜ。よし！大丈夫。わあ。お前遠いね。どういうこと？おっと。ここはこうで。行かない。腎臓が VR の限界。
前を拾えたぞ。どうしようもないな。戻すか、とりあえず。もっとあった場所に。一応片方の腎臓だけでも移植できたら、まあ大丈夫だろう。こんな遠かったかな。もうできることないぞ。これは何かが大きく間違ってる。これを修正しないと同じことの繰り返しになっちゃうから、冷静にいこう。はい、どうもよろしくお願いします。はい、これで入らないのか。こうしようってことなのかな。マジかよ。あ、いや、そういうことなのか。この角度なんだ。なるほどね。同じ角度で行っててもダメだったら別の角度で攻めようっていうのは基本なのかもしれないですね。よしよし。よし、3000あるぞ。割と余裕がありますね。で、これを修正しないと同じことの繰り返しになっちゃうから、ここにあるけど、いやー無理だ。回り込むのかな。あー、こっち怖い。こっちに行くの何があるか分かんない。あー、でも行けるのかもしれない。あ、いけない。これ以上いけない。ダメだ。怖い、何があるか分かんないから。広くないぞ、こんなに。この世界は。ああ、もうダメだ。でもこれは、すべての腎臓移植外科医にやってもらいたいゲームかもしれない。メスの持ち方なんだよね。メスの持ち方。メスをこう持って。はい、よろしくお願いします。こう、焦ることなく。よし、はい、空気を取って、カイトを取って、はい、芋を取って、はい、で、ここ黄金ペットを取りますか。で、尿管腎臓を取って、この腎臓を押してもしないか。で、よしすごいかね。はい、どうだ。はい、よし来たね。ああ。今回はサージャンシミュレーターを用いて普段は行っていない腎臓移植を体験しました。実際の手術とはちょっと違うのかなと思いましたけど、とっても楽しかったです。外科の手術というのは基礎を習得することで、それを応用し様々な術式に変えていくことが可能だと思います。今回のように実際に VR で体験することで新たな学びを得る機会っていうのは非常に多かったんじゃないかなと思います。今後、心臓外科は心臓手術だけ、腎臓外科は腎臓手術だけに限らず、いろいろな術式をこういった VR を使って学んでいけば、さらに手術の腕に磨きがかかるんじゃないかなというふうに思います。